マイラッキーチャーム。はい、皆さんこんばんは。はい、皆さんこんばんは。さあ、マイラッキーチャームでございます。はい、皆様のね、はい、幸運をお招きする守り神になるという番組でございます。そうですね。今日も元気でね、はい、明るくお届けしていきたいと思うんですけれども、はい、さあ、江中ひとみちゃん、はい、はい、ここのとこね、ちょっと寒かったりしますので。そうなんですよね。はい、体調ちょっとね、はい、崩したりしましたね。ちょっとね、はい、体調崩しまして、まあ、インフルエンザにかかっちゃいまして、まあ、今はもう元気もりもりです。治りましたか？はい、すっかり治りました。なんかね、クレもね、39度ぐらい。クレはなんかね、原因不明の高熱にうなされました。はい、なんか熱にうなされる、はい、年末と年始、年始なんですけど、はい、まあ元気に、うん、はい、行ってまいりたいと思います。今日もまあね、今年は健康にと思ったんですけども、はい、まあいろいろね、インフルエンザになって僕も高熱を40度3分も熱を出して大変苦労いたしました。はい、はい、二人ともね、もう元気になったので、まあこれでね、はい、厄落としが、厄落としできましたね。大丈夫だと思うこと、大丈夫です。皆さんにね、もうラッキーちゃんもお届けしたいと思います。はい、はい、ね、もう番組を聞いたね、いろんなリスナーの方々に、はい、さあ、南雲かなりというのは何者なんだ、うん、江中ひとみは何者なんだ、いろいろとね、聞かれたりするんですけども、江中ひとみちゃんは、はい、もう大変な歌手です。何が大変なのか分からない。歌うまいですしね。 ありがとうございます。まあ、僕が知る限り、まあ、日本でも江中ひとみちゃんよりうまい歌手っていうと、まあ、あまりないですね。美空ひばりさんとか。なんていい人。はい、マライア・キャリーとか、そのぐらいだと思います。ギャゲーにしてもらいまして、はい、ありがとうございます。まあ、まだまだね、努力が足りないので、精進してね、まあ、皆さんに愛される歌手を目指して頑張っていきたいと思います。うん、さあ、テレビとかでもね、これからね、はい、バンバン出てくと思いますので、皆さんあらー、ラジオで聞いたあの子出てるなというふうにね、応援してほしいと思います。ね、応援よろしくお願いします。はいはい、また私もね、ひとみちゃんについて、はい、いろいろと MC 活動とかも今年頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、まあ、寒いと僕らのように風邪をひいたりとか、インフルエンザになるんですけども、はい、まあ、そういう悪いことばかりじゃなくて、こう綺麗なね、風物詩とか、はい、いろいろ、北の方だともう一面銀世界だったりとか、今こう雪がね、すごい降ったりしておりますけれども、今日はちょっと雪のお話をね、いいですね、皆さんと、はい、していきたいなと思うんですけど、はい、なんか白いのがなんかこう舞ってると、なんか良い知らせかな、吉兆かなみたいな、なんかそんな気しません？あ、そうです ね, ね、なんかの幸運が舞い降りてきてる感じですよね。うんうん、綺麗ですもんね。まあ、実際雪国の方は綺麗とこじゃないような、うん、そうですよね、雪下ろして腰が痛いとかあるかと思うんですけれども、ひとみちゃんは、はい、東北は宮城のご出身ですけれども。そうです、仙台ですね。はい、はい、仙台というとなんかすごい雪国というイメージありますけど、どうなんでしょう、仙台は。皆さん多分東北なのでね、宮城は雪が多いんだろうと思うかもしれませんが、はい、
なんと仙台はあまり雪が降らないんですよ。降らない。降らないです。東京とかに比べるとどうでしょう。あまり差がないですね。あ、そんなに降らない。降らないです。じゃあ一年に降っても2、3回ぐらい。そうですね。もう降ってもすぐもう本当溶けちゃう感じですかね、うん。なんか意外ですよね。意外ですよね。石巻もあまり降らないです。じゃあ宮城県でもまあ降る方と。そうなんですよ。仙台はそうでもないんですね。そうでもないですね。やはりあの栗原市とか、うん、はい、鳴子の方ですかね。うん、空いたところは多いですよね。雪がね、とっても多いですね。あと、トメとかね、本当に岩手県境の方は雪が多いですけど。うん、新幹線とか乗ってっても、はい、こう、途中の郡山とか、福島とかはすごい大雪ですけども、仙台とか盛岡とか割と沿岸の方は、降らないですよね。降らないんです。で、うちの実家もあまり降らないで、はい、快適に、はい、お正月は過ごしました。そうなんですね。はい。はい、なんか意外な感じがしましたけどもね。そうですね。はい。雪の思い出でございますけどもね。はい。はい。はい。まあ、雪だったりすると、子供の時とか、なんか雪が降ったりすると、こう、雪で遊んだりとかしました？あ、しました、しました、はい。雪合戦とかしました。雪合戦。はい。南雲さん、しました？雪合戦はね、自分もやっぱり東京なので、めったに雪降らないので、そうですよね、雪が降ったりすると、学校の先生がね、はい、今日はじゃあ、自習にして、雪合戦をしましょうということでね、はい、雪合戦をしたりとか、した思い出がありますね。あ、そうなんですね、はい。ぶつける方ですか？ぶつけられる方ですか？そうですね。当時はまあ一生懸命ぶつけてましたけど、随分、浴びてましたね。私は逃げるのが、すごい早いので、はい、あまり当たらなかったですよね。運動神経いいんですね。あ、いいってわけじゃないんですか？ずる賢いというか。まあ、遊びでやってる雪合戦ですと、ただこう、なんか無邪気にね。そうですね。雪をぶつけ合ってる。キャ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 言ってね。感じなんですけれどもね。はい。はい、今、こう結構、1988年ぐらいから、スポーツとしての雪合戦というのも、ルールができて、今では世界10カ国で、雪合戦がスポーツとして行われてるそうなんですね。うわー、楽しそう。これ、なんかオリンピック種目になるといいですよね。そうですね。だいたい7人対7人で、フォワードが4人で、バックスが3人で、90個の雪の玉を使って、相手にぶつかって、ぶつかった選手はもう、試合に出れないということで、3分1セットで、はい、2セット選手制で、その中で敵陣にある旗が立ってるそうなんですけど、その旗を相手の雪弾を避けながら、はい、奪った方が勝ちというゲームらしいんですけどね。うわ、楽しい。やりたい。これね、全国各地で結構ね、調べてみると行われてるそうなので、週末あなたの地域でひょっとしたらスポーツ雪合戦やってるかもしれないので。そうですよね。はい。で、見に行って、ひょっとしてハマって、はい、自らもプレーをしていくとですね、はい、将来、はい、オリンピック種目とかになったらば、はいはい、あなたが、はい、ひょっとして、何でしたっけ、カーリングじゃないですけどもね、うん、ヒロイン、ヒーローになれるかもしれないという。わ、いいポジションですね、それ。今からやっとけばね。いや、そうですね、そうですね。はい、お互いでいいかもしれないですよ。狙い目としてはね。狙い目としてはいいですね。今更複合ジャンプとかね。トリプルアクセルとか、ちょっとできそうもないですけど、雪合戦ぐらいであれば、まあちょっと、できそうですね。チームを作って、まあ甘い考えですけど、できるかもしれません。ね、なんか日本代表も夢じゃないという、そうですね。スポーツ雪合戦ですけど、まあ雪合戦をやってた小学校とか、子供の頃、ひとみちゃんというのは、どんなお子さんだったんですか？あ、そうですね。お見かけはね、ちょっと上品に、本当かな？上品に見える。知的に見えるかと思うのですが、はい、可愛らしいですよね。でもね、小学校とか、はい、まあ小さい頃はですね、うん、3枚目ですね。面白い。面白い。とにかくね、はい、モノマネをしたり、うん、皆さんの前でなんか歌ってみたり、うん、おどけたり、はい、大好きでした。3枚目の。3枚目。じゃその辺のキャラが今も生きてお笑いをやったりとか、ライブで、こういろいろモノマネとか、小話とか。そんなことやってるんですね。そうですね。落語女子なんて歌も歌ってますもんね。そうですね。落語も大好きなのでね。はい。はい。じゃあちょっとその辺の時、はい、ちょっと培ったノウハウを生かして、はい、リスナーの皆様に、はい、ちょっとじゃあ面白いお話、小話、はい、ちょっとお聞かせいただけますでしょうか、ひとみちゃん。はい。はい。はい。いきます。はい。はい。パンダくん、今何を食べてるんだい？パンダー
さあ皆さん笑っていただけたでしょうかね。今このスタジオではね、やっぱスタジオ静かなとこなんで、まああんまり笑っちゃいけないっていう雰囲気あるんですけど、でも必死に笑いをこらえてます。あ、よかった。はい、皆さんね、受けてるんでしょうかね。向こうで、ね、受けましたね。スタジオの皆さん受けてますかね。よかったですね。よかったよかった。これどなたに教わったんですか。これはですね、はい、あの春風亭、はい、電子さんというお友達に、はい、落語家さんですね。落語家さんです。師匠にね、教わりました。すごい。さあ、こんなね、はい、面白いひとみちゃんが、はい、小話を言ってくれました。パン。はい。パンダ。まあ、パンが出てまいりましたのでね、ここで、はい、ひとみちゃんがパンのことを歌ってる歌がございますので、はい、それをじゃあ一曲お届けしたいと思います、はい。はい。どんな歌でしょう。はい。銀座でアンパン、渋谷でピンポンです。はい。はい、どうぞ。聴いてください。はい、聞いていただきました。はい、ありがとうございます。まあ、この寒い時期なんですけども、なんかちょっと夏の盆踊りを盆踊り彷彿させるような季節外れ感がいいですね。そうですね、はい、これはね、生まれて初めてね、はい、作詞作曲してみました。ひとみちゃんはなんと、はい、お笑いをやっていましたし、演歌でデビューしたんですけれども今ではシンガーソングライターとして
これからもね、いろんな曲ね、はい、作っていけたらなと思います。これはどんな感じをイメージして作ったんですか？あのですね、はい、これちょっと病気で吹いてた時に作った曲なんですよね、実は。お、そうなんですか。なんかもう、はい、私良くなるのかななんて思った時に、うんうん、銀座でアンパンを食べたり、うん、渋谷でピンポンをしたりしたいなと思って、うんうん、やはりですね、生きてるといろんなことがある。本当辛いこともね、うん、悲しいこともあるのでね、そんなことはね、もう本当に笑いで吹き飛ばして、うん、元気でやっていこうじゃないか、うん、そしてね、私はみんなのクッションになれたらいいなと思って。じゃあこう健康になろうと思ったりとか、はい、なんかこう今の大変な状況を乗り越えていこうというモチベーションが、はい、ピンポンだったりアンパンだったり。アンパンだったり。アンパンお好きなんですね。アンパン大好きです。アンパンいいですよね。いいですよね。パン好きなんですね。パン大好き。粒あんですね。粒あんがいいですよね、はい、もうずっしり重くてね。そうですね。いっぱい入ってるのがいいですね。割ってみてなんか空洞だったりするとがっかりしますもんね。がっかりしますね。これなんだと思いますからね。そうですよね、ぎっしり。売ってる時もこう中身のね、ちょっと断面図みたいなのもちょっと一緒に写真で載せといてほしいですよね、うん、そうですよね、はい、最近ちょっとがっかりするアンパンを食べたんでちょっと苦情言ってみたくなりましたけども、はい、空洞だったんですね。空洞だったんですけどね。はい、他にもいろんなパンありますけど、しゅみちゃんどんなパンを好きですか？ あのですね、いろんなパンがあると思うんですけど、やはりピーナッツバターパンとかが好きです。ああ、そうなんですね。あの食パンにピーナッツバターを塗るのがとっても美味しいですよね。こんがりしたトーストに、はい、あ、トーストにしてから、トーストにしてからピーナッツバターを塗ると美味しいです、はい、ラグモさんは？そうですね、あの僕はまあジャムですね。おー、いちごジャム。渋いですね。はい、でもまあ直に塗るんじゃなくて、はい、まあバターを軽くうっすらひいて、バターのこう塩味、はい、で、その上にこうジャムを乗せて、その甘みとこうまったりとこうなんていうんですかね、隠し味の塩味が効いてるのが好きですね。わー、いいですね、はい、喫茶店のよくあのモーニングとかではよく、バターとジャムつけて、そうですよね、食べたりしますけどね、大好きですね。ジャムいいですね、はい、はい、まあピーナッツバターもいいんですけども、自分が本当わずか短い期間なんですけど、はい、まああのアメリカに住んでた時があって、あの向こうの外国人のお宅に下宿させていただいて、向こうの学校に通ってた時があるんですけど、はい、まあ、毎日、お母さんがあのお昼のお弁当作ってくれるんですよ。優しいですね。子供が2人いたんでね、別に、まあ、違う学校に行くんですけど、はい、毎日ピーナッツバターのパンです。もう本当にアメリカ人って豪華なものを食べてるってイメージあるんですけど、すっごい質素ですよ。実は質素なんですか、はい、パンを2枚ですね、結局パン1枚に対してそのピーナッツバターを敷いて、もう1枚パンを蓋をして、はいはいはい、包丁で2つに切って、それを重ねて、はい、タッパーに入れて、茶色い紙袋に入れて、はい、お昼ご飯だよって渡されるんですね。あら、なんかアメリカ人って、はい、ハンバーガー、ビッグバーガーを食べてる雰囲気ですよね。なんか肉とかね、いっぱい食べてるイメージあるんですけど、そうそうそう、確かにね、あのレストランとか行くと量はものすごく多かったりしたんですけど、意外に質素なものを食べてるんですね。理由なんかわからないんですけど、あのピーナッツバターのサンドイッチ以外食べたことがないですね、僕はね。アメリカの方たちはピーナッツバターパンが好きだということが判明しました。はい。まあ今日はそういうピーナッツバターつながりで、はい、はい、リスナーの皆さんにプレゼントが、はい、毎回恒例でございますので、そうですね、はい、本日の、プレゼントはこちらでございます。ひとみちゃん、はい、何でしょう。はい、英単語ピーナッツの金銀銅です。はい、英単語ピーナッツほど美味しいものはないという本で、はい、レベルズに応じて金銀銅と3部作になってございます。はい、まあピーナッツっていうのは殻を開けると豆がね2つ入ってますね。3つたまにありますけど、ほとんど2つですね。そうですよね、はい、まあこういう感じで名詞と、まあ、形容詞とか副詞と動詞とかっていうのをセットにして、はい、2つセットにして覚えると、はい、非常に使い勝手がよく覚えられるっていうことでね。あ、便利。はい、あ、キュートベイビー、かわいい赤ちゃんみたいな感じで覚えていくわけですね。ハンサムボーイみたいな感じですね。そんな感じですね。はい。はい、もう東大生はすべて読んでるという、まあ大ベストセラーでございます。はい。まあ大学受験だけじゃなくて、やり直し英語、TOEIC、
ック、はい、英検などのね、はい、資格検定試験にも役に立つ、はい、CD もついておりますので。CD もついてる。はい。はい、で、英会話とか英文解釈にも役に立つ本でございます。はい。ぜひ皆さんね、読んでいただきたいと思いますね。そうですね。はい。はい、こちらの本を3冊をセットに。わあ。してプレゼントしたいと思いますけど、はい、今日は何名の方、今日はですね5名の方にプレゼントしたいと思います。はい、そして番組から、はい、毎回プレゼントでございますけど、えなかひとみちゃんの似顔絵が入りました。はい、缶バッジキーホルダー。はい。そして私の似顔絵が入りました。缶バッジキーホルダー。これいらないかもしれないんですけどね。欲しい欲しい。あ、欲しいですか。はい、はい、数のりふわには持ってこいの、はい、まあいないと思うんですけど、まあこれをまあ二つね、魔除けにね、はい、ラッキーチャーム使っていただこうということで、まあカバンとかにぶら下げてもらうと嬉しいなと思うんですけど、はい、まあこちらはまあ、あんまり応募もないだろうということで、まあ1名の方にね、はい、1名の方に2つセットを1名の方でプレゼントしたいと思います。はい、こちらを、欲しいという方は、メールでねご案内をいただきたいのですが、メールアドレスがですね、はい、mail@775fm.com mail@775fm.com までお寄せください。はい、はい、えなかひとみ南雲和則マイラッキーチャームというのをね、はい、頭に書いていただいて、そうですね、ピーナッツ希望、はい、もしくは、缶バッチキーホルダー希望というふうに書いて、はい、お申し込みください。たくさんの、はい、ね、ご応募お待ちしております。はい、お待ちしております。はい、さあ、この後はじゃあひとみちゃんのじゃ告知、はい、何かございましたら、リスナーの皆さんにご紹介していただけますでしょうか。はい、はい、ひとみのですね、はい、サード CD、はい、さよならに魔法をかけてとカップリング曲、人よ人よに瞳ごろ、はい、はい、今さよならに魔法をかけての方ですね、はい、BGM で流れておりますけれどもね、はい、そろそろね卒業シーズンでございますのでね、はい、別れが近づく、でもそれは永遠の別れじゃないというかね、地球は丸いですから、はい、また出会う一里塚ということでね、そうですね、はい、またみんなで手をつないで出会いましょうという、はい、はい、素敵な曲ですね、はい、平成最後の卒業式を、ね、はい、この歌を聴きながら迎えてほしいと思います。はい、はい、それからですね1月30日、はい、はい、こちらえなかひとみ主催ライブがございます。お、すごいですね、ミラクルニューイヤー、ミラクル、はい、奇跡ですね、奇跡ですね、はい、はい、こちら場所はですね、うん、神楽坂マッシュレコーズ、はい、神楽坂駅の屋来口下車徒歩1分、1分、はい、はい、便利のいいところでございます。そうですね、はい、はい、開演が19時、うん、はい、ドリンク付きで1000円でございます。ドリンク付きで1000円というのはかなり安いですよね。ビールでもチューハイでも何でも OK、 何でも OK、 はい、はい、ゲストがまたすごいですね、はい、ゲストがですね、はい、アイドル、うん、かすみさん、かすみさん、はい、中高年のアイドルかすみちゃんも来てくれます、はいはい、そしてそれからアイドル、はい、メルティーハーツさんの2人組の人気ユニットメルティーハーツ、はい、はい、それから実力派シンガーの葉月しおりちゃん、はい、しおりんも登場いたします。はい、お楽しみください。はい、お楽しみください。さあ、25分、はい、あっという間、あっという間ですね、早いですねもうなんかずっと高熱だったんでぼーっと朦朧としてる間に終わってしまいまして、ね、ちょっとしどろもどろで、はい、口もごもごしてる間に終わってしまったひとみちゃんに助けていただきました。いや、こちらこそ南雲さんにね助けていただきました。いいですね、お互い傷を舐め合って、そうですね、はい、まあエンディングのテーマで、はい、1月はラブジャパン、はい、日本を愛してもっと素敵な国にね、そうですね、していきましょうという、みんなでね、はい、もっと良い国、外国に誇れるようなね国にしましょうということで、はい、まあ、日本はもうずっとねもう長い歴史がありますし、はい、素晴らしい文化、はい、優しさ、美味しい食べ物ありますけれども、え、好きなね、はい、日本語ってひとみちゃんなんかありますか。はい、やはりありがとうが大好きですね、うん、ありがとうが言えないと ね、 もういくら英語喋れてもダメですね。ラグボさんは、僕はやっぱりねもうありがとうに似てるんですけれども、はいはい、やっぱりこう皆様のおかげでね毎日生かされてるってことなので、はい、おかげさまでっていう、おかげさまっていう言葉がね、いい言葉ですね、とても好きなので、はい、まあ、そんな気持ちで毎日生きていけたらいいなというふうに思います。はい、はい、今日もね最後まで夜遅くまで、はい、お付き合いくださいました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、はい、それでは次回の、はい、はい、マイラッキーチャームまで See you。
こと絶対あるはず。喫茶店でため息つかないで街に飛び出す。